山本伊佐子は、日本の通産官僚。最高裁判所判事。通商産業省生活産業局セニ、製品課課長、日本貿易振興会本部企画部部長、内閣法制局第一部中央省庁と、改革法制室室長、内閣法制局第四部部長、内閣法制局第二部部長、内閣法制局第三部部長、 内閣法制局第一部部長、内閣法制次長、内閣法制局長官などを歴任した、愛知県出身の通産官僚である。通商産業省では、産業政策局詳政化取引信用室の室長や、生活産業局繊維製品課の課長などを務めた。後に内閣法制局に出向し、 1> 第1部中央省庁同改革法制室の室長を経て、第4部、第2部、第3部、第1部の部長をそれぞれ務めるなど、要職を歴任した。2010年には、内閣法制次長に就任した。2011年には、梶田新一郎の後任として、内閣法制局長官に就任し、野田内閣から第2次、安倍内閣にかけて、同職を務めた。 退職後は、最高裁判所の判事に任命された。1949年9月26日に生まれ、愛知県にて育った。愛知県立朝日ヶ丘高等学校を経て、1969年に、京都大学法学部に入学した。京都大学在学中の1972年8月、国家公務員上級講試験、及び、通称産業省 上級講師職員採用選抜試験に合格を果たした。翌年3月に京都大学を卒業し、翌月に通商産業省に入省した。通商産業省では、公害保安局の公害保安政策課での勤務を経て、立地公害局の公害防止指導課にて、総括班の総括係長や貿易局の長期輸出保険課にて、課長補佐を務めた。 その後、外務省に出向することになり、1982年4月に、在マレーシア日本国大使館の二等書記官として、マレーシアに着任した。翌年4月には一等書記官となった。帰国後、再び通商産業省の事務官に戻り、外局である特許庁の総務部にて、総務課の調査官や工業所有権制度、改正審議室の室長を務めた。 また、本省においては、産業政策局の詳細課にて取引信用室の室長を務めた。1989年6月に、第四部参事官として、内閣法制局へ出向した。その後、再び通商産業省へ戻り、生活産業局にて、繊維製品課の課長に就任したが、1998年7月に、内閣法制局へ、 再び出向した。第一部にて、中央省庁等改革法制室の室長を務めた後。後第四部、第二部、第三部、第一部の部長をそれぞれ務め、2010年1月に、内閣法制次長に就任した。2011年12月には、梶田慎一郎の公認として、内閣法制局長官に就任し、野田内閣の途中から同職を務めた。 なお、2010年に民主党政権は内閣法制局長官を国会審議での答弁が認められている政府特別補佐人から外し内閣官房長官らが法令解釈担当閣僚として代わりに答弁させてきたが憲法など長い法令解釈の歴史を知る人として最もふさわしいとして2012年1月24日の 対180回国会から長官による国会答弁の復活を決定。同年2月6日の参議院予算委員会で山本は自由民主党の脇正氏から内閣官房や国家戦略室など行政組織の設置根拠などについて質問を受け答弁した。2013年8月8日第2次安倍内閣の途中で内閣法制局長官を退任した。 その際、第二次、安倍内閣は、従来の観光を覆し、内閣法制次長の横畑祐介ではなく、フランス中殺特命全権大使の小松一郎を、公認の長官として任命した。なお、長官を退任した山本は、同年7月に定年退官した、竹内幸男の公認として、同年8月20日に最高裁判所の判事に、任命された。 2012年12月26日、総理大臣官邸にて、第2次、安倍内閣の閣僚ラと、ありがとうございます。